昔この菩薩峠には八五郎一味という山賊がおってな、頭の八五郎は七尺を超える大男で槍の達人、そりゃ手に負えない圧巻だった。何でも豊臣勢の生き残りで大義のためと触れ回って金銭を集めておったのだとか、藩の目を盗んでは山越えをする商人や村を襲い、悪逆の限りを尽くしたそうな。ある年、八五郎は手下を連れ小さな港町を襲撃した。殺すだけ殺し、奪うだけ奪った。かろうじて生き残った者は八五郎に戯れで生かされた子供一人。自らの武勇伝を語り聞かせ、宴で釈放させたという。八五郎は子供好きでな、ひとしきり可愛がった後、切り捨てて次の子を見繕っていたんだと。その子供も死産結果の中で自らの運命を悟ったろうよ。夜明け前には自分も同じように骸になるのだろうとな。おしまい。じいさん、話を。何も落ちちゃいねえじゃねえか。どうも何も、八五郎一味はこの夜を最後に何日か経ってな、藩の殿様が手勢を連れて港町に来てみれば、あるのは町人たちと八五郎。なんだいそりゃ。一味は仲たがいで。まあなあ、八五郎も槍を手にし、他に面白いことといったら、後に港町のありさまを見聞した役人は、ことはすべて一人の名手の玉坂立ち寄った旅人が町を通り過ぎるよう。そう、藩の足軽が手を焼く山賊を一人で返り討ちた。そんな流れ者がいるもんか。いたらそれこそ噂の武芸者、剣術無。あれ、待てよじいさん、八五郎一味は死ん。ならガキはどうなったんだ。一人だけ生きて。それがな、死んではいないが生きてもいない。八五郎たちと一緒に、その子供も。何の良しあって俺を狙う。受けて
みろ、受けてみろ、手や、水の型で行く。これにて王手と相なったか。下がれライダー、名を知らせずして打ち果たすは我が心情にもとるゆえ。私は由井小説烈士足らんと志すものである。宮本伊織殿、この度は誠に申し訳ないが、ゆえあってお命をいただく。俺はまだ死ぬわけにはいかない。
兄ちゃん見つけた。カヤか。やっほー兄ちゃん。悪いが今は手が離せない。長屋で待っていてくれ。こら、はあ、危ない真似はよせ。こうでもしなきゃ兄ちゃんやめないでしょ。ほんと、まったく、お前こそ相変わらず威勢がいい。もちろん兄ちゃんもちゃんと食べてないじゃん。もうダメだよそんなんじゃ。いや、まあそのなんだ、言い訳無用。私にはすぐ、ついこの前も飢えてこそたどり着く境地がどうこうとか言って、結局お腹空きすぎて倒れちゃったの。もうは自分を追い込むのもほどほどにしないと。あれは未熟だった。未熟ゆえ腹の具合を見、ふう、兄ちゃん一言もない。本当にしょうがないんだから。どうせこんなことだと思っておむすびこさえてきてあげた。これ食べて稼いできな。ああ、いつも悪いな。できた妹がいて兄は鼻高だ。本当？ってごまかされないんだからね。ちゃんと稼い。わかったわかった。助之進に口利きを頼んでみる。さ、お前は小笠原の家に帰れ。俺、はーい兄ちゃん。あ、お前も小笠原様に迷惑をかける。よう、いおりさん、来るのを待ってたよ。ちょうどあんたの腕を借りたいとこだったんだ。一つ頼めるかい？なあ、こたびは何をすればいい？それなんだがな、盗みを企てる無頼の浪人どもを懲らしめるか。おう、頼むぜ。近頃この手の浪人どもが多くてな、おかげでこちとらてんてこまんよ。牢跡に走る浪人はまだ増えるぞ。改易や取り潰しに遭う大名家が多い。おのずと浪人も増えようものだ。まあな。いや、あんたは偉いよ、伊織さん。かの神面武蔵のお弟子様にもかかわらず、はした金で俺の務めを手伝ってくれてよ。世が世ならあんた立身出世も夢じゃなかったろうにな。望んだあり方だ、これでいい。だがはした金というならお前もっと積んでいいんだぞ。腕に似合わんよな。すまん、奉行所もこれでなかなか厳しくてな。いや、冗談だ。そう言ってくれるとありがたいね。そんじゃま、よろしく頼むぜ。まずは依頼を果たそう。
ず通りに盗みに入る。先を思えば金はいくらあってもいいからな。石川何がしの真似事か。やめておけ、首が飛ぶぞ。なんだ貴様、面倒だ、消せ。一つ強くなれたか、片付いたか。よう、終わったな。いつもながら手際が良くて助かるね。手ごわかったぞ、いささか肝を冷やした。そうかい。そうだ、では銭をいただこう。お、おい、あんたその手はどうしたよ。左手の甲だ、ずいぶんなざじゃねえか。あざ、うん、あざ、確か先刻の浪人が何か言っていたな。こりゃまた派手に赤くなってんな。あんたが食らうたは珍しいこともあるもんだ。少しはもらったが、左手の甲受けた覚えはない。放っておくさ、痛みはないし医者に見せる金もない。なあ、そうかい。そんじゃこれが今日の分だ。明日も来いよ。明日は確か吉原だったか。揉め事には欠かない町だ。だからあんたみてえな腕利きがいるんだよ。頼んだぜ。さて帰るか。お疲れ様。夕げの握り飯も用意しておきましたか。世話を焼きすぎだぞ、かや。しかしありがたい。このあざ、
痛みはないが色味が濃くなっているな。なんだ光玉は寝ているか。明日にしよう。せくようなことでもなし。たかが左手のあざ一つ、我が凪の日々が揺らぐほどでもなし。食ったら寝るか。今宵はやけに月がまぶしいな。逃げるにしかず。俺はまだ死ぬわけには。俺はまだ死ぬわけにはいかない。この光、やはり。察するに、君が私の呼び人か。